表出神社のしだれ桜表出神社は、奈良県奈良市にある神社。式内商社、旧社格は、孫社、新鮮平白領と模神社。由緒は、表出神社演技へ巻きに記されており、また、俗に本気や、元容器にも参見される。和道三年、元明天皇の直命により、吉木川上流の月日岩に氷紙を奉仕し、玄関に結評させたものを氷室に蓄え、 翌年に平城京へ検票させる制度が創始された。翌は同4年6月1日に初めて検票の直裁が起こされ、以降毎年4月1日より9月30日まで平城京に氷を収めた。奈良朝7代、70年余りの間はこの制度は継続したが、平安戦と後は廃止され、上岸2年、生は天皇の時期になって現在の地に放戦され、 左右に芯を合わせ三座となった。社殿が混流されたのは憲法5年とされている。以来、春日大社の別偶に属し、式年費用や営前費、裁礼費などは、春日社、幸福寺の主院員公万国、及び社党書録、味方楽書料に千国などの一文によって行われたが、明治以降はこの制度も廃止され、宇治こと冷凍氷業界の放産により維持される、形になっている。 春日造りの一の鳥居が、上る王子に面する。鳥居を入ると両側に、石道路が立ち並び、右手に、長寿社、左手に経営台車の原江戸社がある。右手の石道路を、長寿社の背後には、鏡池としだれ桜がある。正面石段を登ると表門と東西楼がある。この三棟は、奈良県指定有形文化財であり、棟札が建物の月として指定されている。 胸札によると、表門は、寛永19年の修理であり、代理の日、五門品及び、金五枚を寄付されて修復されたとある。門は、四つ足門形式で、屋根は本河原吹き、東西廊は門に接続し、それぞれ桁行き三軒、両行二軒である。本殿奈良県指定有形文化財、三軒舎流れ作り、平田吹きで、江戸時代末期の造態と言われる。 本殿床下,下には二室があり、両開き板戸が付けられている。本殿前の拝殿は、高欄付きで、武学殿となっている。舞光社なんと画学の楽祖で、学人たちの氏神である駒、三鷹公を祀っている。社殿は一軒者春日作りの店棚が付いている。原江戸社住吉社とも呼ばれ、長寿社向井に祀られている。社年に認可され、 9月21日にソレを誕生した。1889年西南戦争での戦没者を合祀。社殿は南向い、白木造。奈良時代、春日野に氷池や氷室を設け、氷の神を祭り、春向いとして順調な気候と豊作を祈願する祭りが営まれていた。現在は全国各地より製氷、販売業者が参列し、 業績成就を祈願する祭りとなっており、業界繁忙な6月を避けて5月1日に行われている。神前に花氷やタイの結表などの花氷3期、氷中6期を捧げ、武学伝では武学4局が報じられる。永久5年9月1日、蕎麦天皇の時代に悪役鎮止めのため始められたという。厳平の騒乱の後一時耐えたが、憲法5年、 純徳天皇によって何とかたらくショの氏神として、青木再興され、火の使いも参考したと伝わる。江戸時代の終わりまでは、日室の武学祭等と称され、1日夜18時から20時までと、翌2日の御縁祭は、別願いの武学と呼ばれ、38曲もの曲が演じられ、終日武学が奉献されていたとの記録が残っている。明治までの都業旅書は、 旧一条院宮邸の玄関に法連が安置され、幸福寺の別途一条院宮が参列し、お旅所祭りを執行した。神社との往復途上、道楽と少子総額しつつ練り歩いたと伝わる。明治以降は幸福寺南大門跡がお旅所となった。その後、都御は宇治湖の要望により宇治国一三32が町を巡行するようになったが、交通事情のため、 昭和三十七年に中断。令和二年に、法蓮の修復を記念して、都業が五十八年ぶりに復活した間。現在の霊祭現在は、毎年三から四が町ずつ当番となり、九月三十日の、宵宮、十月一日の霊祭が運営されている。氷県島神社境内では宵宮、霊祭両日の十八時頃、宇治湖各町内では、宵宮の十八時頃から、 絵馬の上にろうそくを灯し、穴の開いた氷塊を飾る氷剣刀が多数飾られる。霊祭ギャラリー。ありがとうございます。